テレビアの椅子の名369、47, Luis Sousa, Saro Toffinello. Finish without any
Myanmar. Thank you.
しいかな。見たいわ。中国です。中国シーズン犬が2頭います。シーソー手が上がりました。エランプー手が上がりました。バーも一つ落ちてしまいました。For 210, we are moving to the team of Chile. So we have a first competitor from the team of Chile. 210, Oscar Mora, Koryu of ISD Mounty. Nastar Kurushna, as a sponsor in Chile. Oscar Mora, Koryu of ISD Mounty.
must be Meiji. 2層目は396番マッチさんです。3層目は398番美波さんです。企画です。
次はグリースの188番ニキホスさんです。
8番、エイドリアンさんです。
リシアさんです。次はリトアニアの275番アルギルダスさんです。失格です。
Další na startu je družstvo Ukrajiny, jako první startuje Daria Skripicia a Čet. Look at this.
490
poslední americký tým na startu, startu číslo 496, Rosanne DeMarzio and Trump. We have three teams to the break. We have three teams to the break. Družstvo Brazílie jako první startuje číslo 505 na čele Dena Hrade Čen. Další tým startující za Brazílii je Fernanda Lesnau a Fendi. Thank you.
me if you can. 2層目は410番アナレットさんです。
following a break. Jona.
debut at Yankee. 3走目は164番クリステルさんです。失格です。Thank you.
曲です。
さあここから、表彰台の争いになっています。セーフ、ファイナル。セーフです。ジャンピングのノーミスグループの登場です。リリアのコース、A ランプの下り取られましたけども、難コースになってます。うまい。いいね。うまいな、この人。タイム。ルクセンブルク2投目。誰？ヘレネさんです。ヘレネ。ジャンピングのノーミスグループの登場です。1投目、まずノーミスです。2投目です、ルクセンブルク。非常に失格の多いコースになってます。バーが1本落ちてしまいました。こっち側へ走ると辛いよね。ここは向こう走りたいところですけど、ここもドッグオフの向こう走りたいところですよ。スタート落ちました、バーが。あー、遠くなってしまった。ダニエルさんです。ダニエルさん、はい、ルクセンブルクの3投目です。さあ出ました。スラの入りはイージーです。このシーソーの後分かっていてもかなり失敗しているペアが多いです。ちょっと大変ですね。なんとか向こう側で処理したいと、すごいタイトだ。リアを使いますね。リアの方がなんかいい感じで回ってる、ね、ルクセンブルクの最後、この人次第です。さあ出ました。ノーミスで行けば、ひょっとしたら表彰台に絡んでくるんじゃないでしょうか。うん、いいね。大丈夫。手は上がってないの。上がってないです。私もこっち側まで来ました。バーが1個落ちてしまいました。これでルクセンブルクは1ミスになります。失格しなきゃいけない。OK ですね。さあ最後この後もちょっと危ない。失格です。えらいことになっちゃったりしてもらう。さあノーミスがこの後11カ国走ります。ノーミスで、まずノーミスで行きたいところですよね。こういうノーミスで行くなら任せとけっていうのがブレイクです。タイトですね、今はね。あとコークは硬いね。非常に硬いハンドルも、ここもよく知ってます。いやー、うまいね。まず一つ来ました。4です。スタートミックス178、ジェス、クレルン、カラン。2投目はジェスです。1投目グレグはもうこれでもかっていうぐらい硬いハンドリングで、まずノーミスを作りました。トミヤジェス、リアをかけました。ここはどうする。こっちが来ました。
叩いていこうって言ってもダメです。さあイギリスワードなくなりました。イギリスが3投目です。イギリスはミット失格が出ました。もう後がありません。ミスは許されないところです。あれ OK。痛いね、いいね、コンタクト。お、ここは遠隔を使いました。こう行きたいよね。できれば中を回したい。完璧ですね。ここも中を回して固く。お、いいね、この人は。ここがだからちょっとやりにくい、ね、うまい。 OK OK。イギリスの4投目です。最後です。2投のミスが出てます。1投失格してます。全てはこの人次第です。硬いね硬い。さあこの人はどうする。こっちまで来ますね。ワンミスがついてしまいました。これで2ミスになってしまいました。もう上位表彰台は全然ないですね。いつか使えます。しかしましたイギリスボロボロ、はい、12。ここロシア、ロシアです。残りまだ12カ国ノーミスがいます。日本はその半分ぐらいのところ、ちょうど6番目です。この人遠隔使うな。いいね、これができると楽ですよね。もう最近のヨーロッパのコースはただ人間が走るだけではダメですね。やっぱりしっかり日頃からコマンドでトレーニングしてないと。もっと早いのいた。はい、ロシアの2投目です。1投目ノーミス。37秒39が一番早い。どこ？スペインです。スペイン。あ、ジョナサンだな。そうです、スペインのジョナサン。さあロシアの2投目なんとこノーミスです。A ランプの下りミリア手を挙げました。お、この人も遠隔使いました。これは使えると楽ですよね。おお、よくコマンド入ってますよね。このポジションならすごく処理がしやすいですよね。それでこの人ワンミス3投目、はい、ロシアの3投目です。1投目ノーミス、2投目ワンミスです。この時点であと2つノーミスだったロシアはノーミスに行かないといけない。すごいコマンドで行かしたね。中をこれもコマンドです。よくコマンド教えてますね。いいね。何？左取られた？はい。これでロシアはワンミスなくなってしまった。上位なくなった。ナタリア・シェンベルン、アシュケン・プリマ。シーズン圏です。ロシア、勝敗には絡んでこないはず。セーフ。ロシアは？めっちゃ走ってどうだった？でもノーミスはいないよな。ノーミスなら覚えてるかな。ワンミスはひょっとしたらどうしてるかもしれない。危ない。最悪。Why not easy, my queen?
A z 11. místa po včerejším jumpingu startuje Polsko. Jako první bude startovat Magdalena Martinez. Rosia 3. です. Season かな。ポーランドです。残り11カ国。そうです。ものすごい遠隔だ。こっちでも回して、あ、外回して。いいね。ここもいいね。いいところで募集しました。これを想定してコース作ったみたいです。ポーランド？ポーランドです。ポーランドの2投目です。1投目いいタイムでノーミスでした。犬なんだこれ。ピレニアンか。ピレニアンだな。名前ですか犬。犬種だよ。そうです。今のところいいですね。赤いハンドルもいいね。あ、ちょっとついてきすぎたか。間に合うか。おー、間に合った。危ない。ポーランドの3投目です。ポーランド2つノーミス出てます。さあ、このままもう1つノーミスが欲しいですね。そうするとまずは権利が出ますので。全て台無しになってしまいます。まだもう1人いるか。はい。さあ、次の人次第だね。Poslední tým startující za Polsko, Magda Žilkovská a Magar. ポーランドの4投目です。この人がノーミスでいけば、ポーランド上位に行けます。上位に行く権利ができます。いい動きだ。危ない。いいよ。さあ、もう遠隔使いました。遠隔というのはコマンドを使いました。お、OK。いいね。さあ、いけそうだ。あ、うまい。いいコントロール使いました。残り10カ国？はい。チーム、あ、シーソーの下り取られました。ラージのチーム戦の決勝です。残り10カ国。この時点でポーランドがノミシンです。ノミシンでトップに来ています。イタリア、ワンミス取られてます。近いなぁ、遠くなっちゃった。まあ、この人は間に合いそうだな。ワンミス。イタリアの2投目です。1投目はワンミスです。いいね。あ、これは伸びていけそうだ。あ、ちょっと遠くなっちゃった。どうだ。あー、間に合った。イタリアの3投目です。1投目ワンミス、2投目ノーミスです。OK です。
ロングジャンプ引っ掛けた。はい、ロングジャンプを引っ掛けてしまいました。うん、よくトレーニングされましたね。これでイタリアは上位なくなりました。4投目か。さあ、もうイタリアはこの人が頑張ってもダメですね。上位いきます。行けそうだな。あ、ハンドルを見えなかった。 OK です。ラトビアの2投目です。další zastupce družstva Lotyšská Karina Grigore a Geba。1投目はノーミスです。スベトラーノ、大丈夫か、大丈夫か、よくトレーニングされてる。危ない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 。ツーリス取りましたね。ワンコースタートのチースコースタートチームアンタリアロギノバセプセルチーム。1投目ノーミス、2投目はツーミスです。ちょっとわけのわからん動きだったね。今の動きはトンネル入れてる動きだよ。それでラトビアの上位もなくなりました。まで決勝やるんだね。4投目、はい、もうラトビア上位なくなってしまいましたね。あ、反対、ちょっと体回すの早かったね。あんまりやる気になってない。Takže to jsme ho místa tým Kanady jako první start, to je Justin Davenport. Tyga上がりました。シーソーの下り取られました。まずカナダワンミスです。これは大丈夫だった？取られました。A ランプの下りも飛んでます。この人あんまりやる気ない。これも拒絶だろ。手当たった？はい。3ミスになってます。上がりました。
4ミスです。怒ってますね。怒ったってしょうがないね。調子悪いのかな、この人あんま走らんない。 There is a Victor and Phoenix wireless connection。 カナダのセンスターティナー、There is a Victor and Phoenix。 カナダの2投目です。1投目ジャスティン・ダンメンポートはどっか調子悪いんでしょうか。あんまり走らないでミスも5つぐらいあったのかな。5つです。あとまあノーミスでいけばカナダまだ上位ありますけど、これは誰？テレサさん。テレサか。今年はカナダ、スーザン・ギャレット来てませんね。大丈夫です。あ、ノミスできそうだ。カナダの3投目です。まっすぐ行けば入れそうなスラロームですけども。あと2つのお店が出ればカナダの上位。はい、落としましたか。バー落としてエランプの下りも今飛んだんだよね。手上がんなかった。上がってないと思う。上がってないの。になってしまいました。失格です。カナダ上位なくなりました。カナダのラストです。カナダは失格が1つ出てミスも出てしまいました。上位ありません。いいよ。Cさんを取られてます。A na startu už ze své pozice po finish jumping over team družstvo Švýcarska, André Milbach a R. Šíso, kde jste rovněž byli? Andersen, zde jsou dva mis. To bylo teď dva misy. Škáby. お尻のポケット入れてて座ってたらずれてます。2投目です。1投目は失格してしまいました。何さん？アルパーさん。アルパーさん、ちょっと大回り、だいぶ大回り。これは？あ、手上がりました。これでスイスの上位もなくなりました。残り何カ国だったって8カ国になったのか今。番号振っとけばいいですよ。4が6番目。日本が6番目。え？日本6番目だぞ。5番目日本。あと6。残り7カ国という時点でノーミスは1カ国。このままでいきますと、もうおそらくノーミスでいけば表彰台になるんじゃないでしょうか。このまま
ノーミス3つ揃える国がボロボロ出るようなことはないと思います。だから日本もまずノーミスですよね。ノーミスを揃えることができれば間違いなく表彰台がいけるんじゃないでしょうか。あとはどこまでいくかだよな。さあタイム、スイスの4投目ですが、もうすでにスイスはいくら速くノーミスでいっても上位はありません。向こうの足は危険だな。日本です、ね、残り日本入れて6カ国、今までのところノーミスは1カ国しか出てません。ポーランド動かない、かなり硬いな。はい大丈夫です、ちょっと危なかしかったけど、さあ動く部分に入ってきました。これは手は上がりました。あ、危ない危ない危ない、2ミスになりました。これで日本後なくなってしまいましたよ。あー、コマンドが効かない、ちょっとコマンドに頼りすぎたんじゃないですか。日本2番手は高橋さんです。綺麗にスラは入りました。スラまでは簡単ですね。これは当て上がりました。もうこれで日本の上位ないです。もうこれでちょっと日本は、もうランニングコンタクトに全然なってませんね。ここはコマンド効きました。中を回すつもりでしょうね。ランニングコンタクト向きのコースだったんで、あれ6コースの上りを取られて取ったようです。あーっと A ランプに行ってしまいました。これ力つきました。Startovní číslo 207, japonský tým Akira Nishi a Daizu. 日本3投目は西さんです。残念ながら日本失格が2つも出てしまいました。ちょっとね、三谷トンネルがちょっと希望なんですよね。ここへ来て失格が3つも出ちゃったんです。もうミリアのコースにやられてしまいましたね。まあコース的には会心のコースじゃないですかね。最後はカイトナです。とにかく、成績ないですから、いい走りだけ期待したいですね。明日につながるような走り。うまいね。ここら辺はね、明日に備えて大変固くコンタクトやってますよね。勝負かかってないですけど、いいね。お、もうかなりハンドリングも硬いわ。うまいね。 OK です。見事。 34 Uni Forenius Brooklyn Sweet。スウェーデン、
ました。スウェーデン、これでワンミスです。こんな無理して走ってますよね。コマンド効いてる。スウェーデンの2投目です。スウェーデンももうあとなくなりました。もうワンミスもできません。いいね。これは曲がってないです。すみません。リズムがあるね。あ、この犬はいけそうですよね。いいよ。では、上がった。これでスウェーデン、あとなくなりました。あとなくなったじゃない、もう上位なくなった。起こす。マネスクション、起こす。スウェーデンの3投目ですけども、スウェーデン上位ありません。残り4カ国で上位が決まります。残念ながら日本はその中に入ってません。OK です。この人もよく犬を抑えてるな。いいコントロールだ。いいよ。さあ間に合うか。手は上がりました。あなたの今の。うわー気の毒。最後はスウェーデンのジェニーです。さあどんなハンドリングするか見ものですよね。いいね、ランニングコンタクト極めていいね。だいぶ気合い入ってんな。さあここのランニングコンタクトが見ものだぞ。うまい、うまいね。タイムどうだ、タイムどうだ。55マリオン・ルカス・ヴィルトマン and Capri Ganga。A na startu už máme tým, který startuje ze čtvrté pozice, tým Rakouska. Startem číslo 25 má Marion Lukáš Wildman a Kanga. Austria na 1 tome des. O, ma na na je, o. Marion さん des. Čo, to ište no ka, ima made? Ište masu. A to de kýta ro, ka. Vakari masu. Marion さん des. Auto kontrolu tsukai masu.さあオーストリアには今年はリサがいます。なんとかリサまでつなげたいところですよ。ああ余計なエアプレーンだった。ドッグオークの上りも手上がってます。ツーミスです。これでオーストリアは後がなくなってしまいます。いいや。2番手アンケさんです。んアンケ、アンケさん。オーストリアの2番手です。1投目でミスが出てしまいました。オーストリアもう後がありません。さあいやー雑だな。これでオーストリアも消えました。せっかくリサがいるのに。ちょっとこの体では無理だよな。3番手はリサです。ランニングコンタクトを仕上げてきました。リサ、公式トレーニングでは素晴らしいランニングコンタクトです。
さあランニングコンタクトのところまでいけるか。うん、完璧だよね。うん、いいね。こっちがアウトで来た。いやー、アウトコントロール使った、素晴らしい。タイムどうだ、タイムどうだ、どうだ。37秒16、ポーランドのマグダレナさん。めちゃくちゃ速いな、マグダルナさん。はい、オーストリアの4投目です。もうすでにオーストリアは上位あります。リサはいいハンドリングでしたけども、エランポの下り手上がってます、飛んでます。あと3カ国と3で、いやーこれはあれだよな、ワンミスしてても表彰台になるんじゃないか。あーっとバーおしゃった、チェコドイツエストニアだ。エストニアのジャンピングの3位です、エストニア。まずトップバッター出ました、マルノアです。おセーフです。この馬かな、昨日買い取られるタイムを買ったのに。OK です。この人ハンドリングすごい落ち着いてるな。いいな、いいな、うまいな。タイム、残り3カ国です。ジャンピングの3位エストニア、1投目はノーミス。あーっと、ここでミス、あ、失格しちゃった、失格しちゃった、えらいことになりました。何番、4番目に走った人じゃなかったっけ。さあエストニアの3番手です。1頭失格してしまいましたから、エストニアは後がありません。もうワンミスでもしたらおしまいです。その中で3投目 OK。 ここはね、もうよっぽど固くいってもいいですよね。とにかくノーミスでいけば上位が間違いなく上位ってます、間違いなく表彰台。どんだけ固くいってもいいんだよね。ねえ、いいね。さあ問題のところ、ここだけクリアすればあとはいけそう。どうだ、昨日ベストラップ出してます。マルジェ。いや落ち着いてるな、この人なあ。あれ間に合うか、間に合ったよ。あっ、思いっきり飛んだ、エランコ思いっきり飛びました。ワンミスならひょっとしたら表彰台あるかもしれません。しっかりここはもう一個ミスないように走りたいところですよね。ワンミスでも表彰台行くんじゃないですかね。さあどうだ、どうだ。druhý nejlepší tým po včerejším jumpingu je tým Německa, jako první startuje Anne Lenz a Chi. さあドイツです。もう優勝候補の筆頭ですよね。3つ揃えればとにかく表彰台です。硬いね。めちゃくちゃ硬いハンドリング。
いいね。さあ、OK だ。まず一つだ。クリスティーナ・バイク・カバーニナ2投目です。まず一つ脳みそ来ました。カバイです。バイトの奥さん、クリスティーナさんです。あれ、手を挙げた。はい、もうこの A ランプをやっていうほど練習してましたけど、この A ランプだけ練習してたようなもんですよね。やっぱりよっぽど不安があったんですよね、これ。さあ、ワンミスのまま終われるか。危ない危ない危ない。近くです。近く。はい。ちょっと軽装だったのはちょっと落胆したんでしょうかね。素晴らしいテレビメダルシニアハンプ。ドイツ3番手はフィリップです。ドイツも後がなくなりました。あとはフィリップとダニエルだっけ。ダニエルです。もうだけどここら辺のハンドリングはもう、まあ、手は上がってないです。危ない A ランプだったよね、今のは。フィリップらしからぬ A ランプでしたけどね。硬いね、もうさすがですね、これはね。あーっと、バッグ押した。エラブちゃん、ダニエル・シュレーダー・アチーニ。これでワンミスでも表彰台です。去年に引き続きワンミスしても表彰台が間違いなくなりました。ドイツワンミスです。さあ、ダニエル次第で表彰台、これ以上ミスするともう表彰台はあります。ね、今のところポーランドがトップだぞ、これ。ひょっとしたらポーランド優勝だわ、きっと。これはポーランド優勝だ、これ。硬いね、うまいね。危ねえ、危ねえ。あるんです。さあ、えらいことになってしまいました。開催国チェコ最後です。トップバッターはラドバン・リスカ、100戦連覇です。むちゃくちゃ硬いハンドラーですよね。ちょっとは外のことで手を上げれませんよね、これ。いや、もういいね。もうしっかり仕事してますね。おお、バー落ちなかった。危なかった。危ない。おお、いい。何、あーっと、今のは油断だな。完全に油断だったな。ポーランド、ドイツ、3番目どこだ。これはチェコの2投目です。さあ、これ気の毒だよな。もうワンミスしたらあかんという中で走らなきゃいけないのかな。上手だね、だからこの人。さあ、もうこれでチェコは優勝はなくなりました。しかしワンミスしてもまだ表彰台は残ってます。さあ、ワンミスで終わりたいよね、チェコ。ワンミスで終わりたいよね。We'll be right back.
startovní číslo 104, Tereza Králová na Asei. Tereza です。さあ、これをしても楽しみですよね。どんなハンドリングするでしょう。しょうもないとこでミスった。もうがっかりだな。しっかり走ってほしいな。